はい、こんにちは、トシです。画面の奥に見えるのはシルバーフライングボックス。体長は約5センチ小さいです。そして今目の前にいたのもシルバーフライングボックス。体長約10センチでかいです。勘のいい方ならお分かりだと思いますが、今見えてる小さいのをお迎えしました。このシルバーフライングフォックスを購入する方のほとんどがメンテナンスフィッシュとしてお迎えしていることでしょう。早い話、水槽内のコケ取り要員としての役割ですね。しかし今回お迎えした理由はそうではありません。じゃあ何のために？それは調和です。ちょっと意味がわからないと思うので説明させてください。もともとうちにはシルバーフライングフォックスが2匹いました。しかし1匹がお亡くなりになってから、残った1匹が暴れん坊になってしまいました。見てください、暴れん坊に追いかけ回されたコリドラスがずっと影に隠れてしまってます。これはおそらくなんですが、シルバーフライングフォックスの縄張りとコリドラスの生息区域が重なってしまっていることが原因なんだと思います。おかげで現状こんなことになってます。これ見てるとコリドラスの心の声が聞こえてきそうですね。こっち来んなや。どうせ僕動いたら追いかけるんやろ。ほんまめんどくさいわ。あっち行け。だからこっち来んな言うてんねん。なあ聞いてる？いや筆ばっかりてんとなんかいいや。とか言ってるとかいないとか知らんけど。そんな背景もあり今回追加でお迎えしました。そもそも多頭飼育にしたらコリドラスはいじめられないの？2匹でコリドラスをいじめれるんじゃないの？なんて疑問も出てくるんですが、魚の数が増えることで注意が散漫になるし、シルバーフライングフォックス同士で縄張り争いしてくれると思うので、経験上それは大丈夫だと思います。それではせっかくシルバーフライングフォックスをお迎えしたので、少し彼らについて説明をしたいと思います。名前シルバーフライングフォックス。生息地域タイ、カンボジア。最大体長17センチ、水温20度から27度。水質弱酸性から中性。餌人工飼料、名前さ。彼らの仲間にサイアミズフライングフォックスという種類の魚もいます。サイアミズの方が流通量が多く熱帯魚界隈では有名だと思います。どちらもフライングフォックスの名前のごとくジャンプ力があり、水槽から飛び出してしまうことがあるので水槽には蓋が必要ですね。また大きくなると縄張り意識が強くなり餌の取り合いが発生します。しかし水槽内に発生する厄介な黒ひげゴケを食べる数少ない種類なので、レイアウト水槽を管理する方には重宝される種類でもあります。本来ならここでシルバーフライングフォックスの操縦能力を動画でお見せするとこなんですが、残念ながらその動画はありませんので、代わりにこちらをおすすめしておきます。詳細は概要欄に貼っておきます。ちなみにこちらの大きい方、尾びれが半分ありませんが、これは怪我でも何でもなく元からです。チャームさんでお迎えしたんですが、当初から尾びれがなく、最初は怪我だと思いそのうち生えてくると待ってたんですが、一向にその様子もなく今に至ってます。しっかり見てから送ってよチャームさんとは思いつつも、元気だしまあいいかなんて思ったりもしてます。そんなわけで今回はシルバーフライングフォックスをお迎えしたついでに彼らの生態について簡単に説明させていただきました。見た目は地味な魚ですが、とっても働き者でおすすめです。皆さんもよろしければお迎えしてみてください。それでは今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。